はい、造園パートナーズの大森です。今日ですね、太い枝の切り方のお話ですね。はい、太い枝を切るときにポイントが3つありますね。簡単に紹介していきます。はい、太い枝の切り方ですね。1つ目、ノコギリの入れ方ですね。ノコギリ入れ方があるんですけど、違う動画でお話ししたんですけど、皮から水分とか養分とか吸い上げてますんで、そこのところがですね、こう変なように切っちゃうとベローンってなっちゃって、そこの枝はもうベローンってなっちゃったとこ枯れてっちゃうんですよ。枝がこうなって、ここでまあ例えば切ったとして、皮がこう上からこう切ってって、皮がこうベローンってなっちゃったと、こう枝がこういうふうに皮がつながったまんま枝がベローンってなっちゃったら、もうここのところまで枯れちゃいますんで、ここのところまでですんで、切りたい方向に対して初めは逆から少し切っとくと、半分3分の1ぐらい切っといて、切りたい方向から切って折っていくと、反対からまず切って3分の1切って、こっちから切ってバーンとやると、そうすると切れ目がこう綺麗になりますんで、皮がこうベローンってなんないで済みますね。そうするとここからここの隙間、皮がベロってなったところ絶対枯れちゃいますんで、それを防げますね。はい、2つ目、持ち方ですね。持ち方もあるんですよ、実は。持ち方悪いと手首がバーンってなっちゃったりとか、あとは太い枝だとなんか物とか当たっちゃったりとか、人に当たっちゃったりとかして怪我しちゃったりとか、物ぶっ壊しちゃったりとかってありますんで、それは防ぐためにこう持って切ったりするんですけど、ある程度の太さだったら、かなり太かったら持てなかったりしますんであれですけど、まあある程度の太さだったらこう持ってあげて切るんですけど、その持ち方なんですけど、このままこうバーンって切ると手首こうなりますんで、これ以上曲がらないんで手首折れちゃいますね。自分が怪我しちゃいます今度。はい、なんで切るとき必ず逆に持っといてこのまま切ると。なんで枝が長い方はこうですね。なんでこっちから反対側からまず切ってあげて、まあその時押さえておく必要ないんで、その時はこうでもいいです。切ってあげて、いざ倒すってなった時にこうやってこういう風に持つと、そうすると手首自然になりますんで、そのまま持てるという風になりますね。これ持ち方です。はい、あと切るポイント、これはですね、次に枝が伸びるところを意識して切ってあげないといけないんですけど、基本的にですね、常緑樹の時は芋切りでいいって言ったんで、常緑樹の時は芋切りで基本的には大丈夫なんですけど、それもですね、枝が残るところで切ってあげるとちょっと最初のうちに変な風に伸びないで済みますね。芋切りにすると変な風にこうピヨンって出てきちゃったりしますんで、枝残してあげて切った方が次の年、またその次の年に綺麗に枝がピヨンって伸びていきますんで、基本的に枝切るときは枝が、細かい枝が残ってるところでバーンと切ると、こっちとこっち、こっちの枝とこっちの枝を残してあげてボーンと切るという風になりますね。はい、今回3つですね、ポイントありますね。太い枝の切り方ですね、ノコギリの入れ方、持ち方、切るポイントですんで、まとめますとですね、切るポイントを見定めて反対側から切っていって、持ち方はこうなるように持っていくと、はい、こうすると綺麗に切れますんで、ぜひやってみてください。今回は太い枝の切り方のお話でした。